2023年ぐらいは平和でまだ良かったよねっていうことになってくると思います、長期的に考えると、僕は全員逃げるべきだと思ってます、僕が予想してこうならない方がいいなとは思ってるんですけど、多分そうなんじゃないかなと思ってるのが、2020年代に入って戦争が頻発してますが、危機はどれぐらい続くのでしょうか。 えっと、多分2023年ぐらいは平和でまだ良かったよねっていうことになってくると思います。あの、今後はもっと悪くなります。で、まあ、なぜ悪くなるかというと、あの、アメリカが調子が良くて正義の国だった時代というのは、何かやらかすと、 ではその本来、の他の国に対しては内政干渉ということで、他の国に影響を与えられないんですけど、アメリカは怒らせると、いきなり他の国でもぶん殴ってくるっていう、アメリカのその他の国のルールなんか知ったこっちゃねえやっていうジャイアニズムがあったんですけど、ただ、そのジャイアニズムの裏付けになるものが、アメリカ人の信じる正義というのがあったんですよ。 なのでそのでそいやいや他の国いきなり来てぶん殴って人殺しらまずいでしょっていうすごく当たり前の話なんだけど赤羽が赤羽じゃやアメリカがそれを許されてたのはアメリカはそうは言っても正義感のもとにやってるよねっていういみんな多少許してたんですよ。でところがどっこいそのアメリカの景気が悪くなってしまったのでもうその海外の思い事に俺たち首突っ込んでる場合じゃねえよってことで世界の警察をやめますって言っちゃったんですよね。 で世界の警察やめますっていうので、いやいや、本当は世界の警察やるんじゃないのって思ってたんですけど、アフガニスタン撤退してみたりとか、あこの人たちはもう自分たちの正義のために、あのガチでお金をつぎ込み続けるっていうのはやらないんだっていうふうに認識されてしまったんですよ、他の国から。で、結果として、そのロシアとウクライナの時も、そのロシアがウクライナの国境の周りに、こう、ぶわーって兵隊を置いて、あの当時、 20万人ぐらいかなが確かその国境同の兵隊を置いてで、その時にバイデン大統領が介入しないって言っちゃったんですよね。要はその,あの、ウクライナの支援はするけど、実際戦争になったら介入はしないって言っちゃったので、おじゃあ介入支援じゃ行ったるでって言って、ロシアがウクライナに攻め込んで、で、攻め込んだ以上、やっぱり介入しなかったんですよ。で、その後にその武器を供与したりとか、まあ、いろいろ手伝いをしてたりとか、イーロン・マスクがスターリンクを提供したりとか、 そのウクライナが戦うための支援はしているのですが、やっぱりアメリカが、アメリカのその兵器を持ってアメリカの軍隊が攻め込むっていうのはやらないというのをやってるので、なので、やったもん勝ちだよねっていうところが、割ともう2022年から続いているという状態だと思います。なので、その、えっ、ー、と、アルメニアがアゼルバイジャンを攻め込んでみたりとか、逆か、アゼルバイジャンがアルメニアを攻め込んでみたりとか、 で今回の,その、えー、とガザ地区とイスラエルの問題で、もともとガザ地区のハマスがイスラエルに殴り込みをして人を殺したりさらったりとか、人質を取ったのがよくないよね、これはその通りだと思います。ただそのやり返す復習として 全然関係ないガザに無差別爆撃をしたりとか、で、ガザのじゃあ、こう、北の方を攻撃するから、お前ら南に逃げろって言って、ほら逃げる逃げろって言って、南に逃げた人たちの建物をボーンってぶっ壊してみんな死んじゃったとかっていうのは、いやいや、イスラエルやりすぎでしょっていう風な状況ではあるのですが、でもそれはアメリカは止めないという宣言を申しています。なので、結果として、まあその、イスラエルはアメリカは敵に回したくない。で、アメリカはロシアを敵に回したくない。 っていう結果として、じゃあこの先に、多分中国が何かをやらしたとしても、アメリカは中国を敵に回したくないという論理のもとに、多分何もしない。まあせいぜいあの台湾を支援するぐらいだと思います。っていうので、その、 ある程度の軍事力と、その国連の中でそれなりにあの常連理事国だったりっていうのと、もしくはイスラエルみたいなめちゃくちゃ金持ってますっていうところであれば、残念ながらもうそこを潰すっていうことはどこもやらないので、なので戦争というのは広がっていくんじゃないかなっていう状況なんじゃないかなと思うんですよね。で、一応今回の、ね、そのガザ地区のハマスがイスラエルを攻めたのとイランは関係ないと言われてるんですけど、一応そのイランはハマスを支援しているというのがあり、 で、そのシリアの空港をとりあえずイスラエルがぶっ壊すかやってるんですよね。なんかイランが来るかもしんねえみたいな。で、これでじゃあイランが本当に出てきて、イラン・イスラエル戦争みたいな形になると、多分アメリカはイランを攻撃する側にもあるので、イスラエルと アメリカがくっついて、イランをついでになんか目の玉、目の上の炭鉱部だからぶっ潰そうぜってなって、いやいや、そりゃ良くないでしょうってよね。ロシアがイラン側について、で、インドは中立ですって言いながら、なんかちょっとずつ美味しいところを取り、そして中国も中立ですって言いながら、こうアジアとヨーロッパが比例するのを待つっていう、そういう感じで、割とまた世界の治安が悪くなるよねっていうところの、なんかあの可能性の方が高い気がしていて、なんか、この先平和になるよねっていうのはあんま見えないんですよな。 でイスラエルスとハマスの戦争状況、それをとみなく世界の状況は今後どうなっていくと思いますか、えー、あまりこうなんか、僕が予想してこうならない方がいいなとは思ってるんですけど、多分そうなんじゃないかなと思ってるのが、イスラエルのネタニヤフさんっていう人が、もともと割と強硬派で,で、自分の意見と異なる意見を言う人をどんどん組みにして、イエスマンを周りに集めるっていうタイプの人なんですよね。 で、割とその保守的な考えが増えてる状況で、そのガザ地区の人たちが悪さをするよね、あいつらいなくなった方がいいよねっていうのは、うっすらとイスラエルの人たちが思ってることではあるんですよ。今日はその2000年前は置いといて、あの、その1950年代だっけ、あの、イスラエルができるまでは、パレスチェナの人たちというのが、イスラエルの今国がある地域のところに住んでいましたと。 でそこからその第2次大戦の後にそにイギリスとかがいろいろやらかしたせいでイスラエルという国ができてしまってもともと住んでたパレスチナ人たちというのが追い出されてしまいましたと。で、なんかあの中東戦争みたいなの何回もやってでそのガザ地区だったりとか,そのなんかヨルダン川のところだったりとかっていうそのパレスチナ人が住めるところというのがどんどん狭くなっていましたと。で、どんどん狭くしたいよね。で、その後にかのイスラエルの人たちの,その右寄りに人が考えるのは あの人たちいなくなったら僕らがずっとアイアンドームとかでミサイル降ってくるとかそのなんか警戒体制でずっと徴兵制とかやる必要ないよねっていうことを薄々思ってる人というのはそれなりにいるんですよ要するにそのイスラエルという国の中にそのガザ地区のようなところがあってパレスチナの人たちがいてハマスのようなゲリラ活動をする人たちがいるのでミサイル降ってくるよねとかってなったり、まあ、今回みたいに襲われたりっていうのが期間があるのでそれを 長期的になうクすということが、もし僕らの世代でできたとしたら、それは未来の世代にはきっと感謝するし、喜んでくれるよねという考え方自体は分かっていただけると思うんですよ。要はその、自分たちに危害を与える民族というのが、近所からいなくなったら、未来永劫平和じゃん。で、それが、まあ、今一時的に揉めてトラブルになって、世界からブーブー言われるかもしれないけど、 それが100年後とかになったら、あ、いなくなってよかったよねっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなっていうふうに考えるっていうのが、割とそれなりな層になってると思うんですよ。なので、そのガザ地区の北半分なくします。南に逃げてください。で、北を完全に崩壊させて、誰も住めないところにして、で、そこでもう一回壁を作って、 多分そのパレスチナの住める地域というのをどんどん減らしていくっていうのをやろうとしてるんじゃないかなというのが僕の予想です。で、今のところその、あの、イスラエル、エジプトと、あの、その国境を面してるんですけどで、そこは開けてないんですけど、そのエジプトが国境を開けたら全員追い出して、エブシトガに行かせて、誰もいなくなったよねっていうのが、多分ゴールなんじゃないかなというふうに考えてるんですけど、 でツイッターで、あのそれはなんかその、震源を望むものは震源にか取り込まれるなんじゃねえのみたいなのを書いたんですけど、もともとイスラエルという国が、ユダ人の人たちが集まって作ったんですよね。で、まあ、2000年前にそのダビデ王みたいな王様とかがいた時代っていうのは、そのイスラエルという地域にユダヤ人っていう人が住んでたんですけど、でその後、いろいろ崩壊して、でそのあのムスリムの人たちとかが来て、パレスチナ人が住み始めて、で 人というのは世界中でバラバララに散ってししままいましたとでその後ドイツとかで人とかマジムカつくみたいになってあいつら金ばっか儲けてるからもう俺らの国から出てった方がいいよねっていうのを薄々う思ってた人たちっていうのが人というところにどんどん投票してよしじゃあドイツにいる人は全員捕まえるわって言ってまず人の人はマークをその六芒星をつけてくださいとで六芒星をつけるっていう義務に反したやつは捕まえますと。 で、そのうち、じゃあ、その、義ハ反応がいなくなって、ルイジンがみんなの工房制つけるようになったら、じゃあ、ユジン全員捕まえますって言って、刑務所に入れますっていうので、その、アウシュビッツという名前の刑務所にルニジンを入れますと。で、入れ続けてもうお金がかかってめんどくさいから、もうこれ殺した方がコスト安くねっていうので、どうやったら、 効率的に人を減らすことができるかっていうので、やっぱりガス室に入れて窒息させるのが一番効率いいよねっていうので、効率的にガス室にバンバン突っ込んで殺すっていうのを、人に対してやったんですよ。そのドイツの人たちはその時に、人というのが金融などを抑えていて、で、ちょうど不景気でもあったので、人さえいなくなれば僕らは幸せになるよね。なので、人がいなくなった方がいいよね。だから狭い地域に押し込めよう。 で、押し込めててのコストを俺たちが払うの嫌だから、だんだん減らした方がいいよねっていうのの、結果として、まあ、シンドラーのリストだったりとか、杉浦中年さんとかが、そのイスラ人の人に逃げるためのビザ出したりとかいうので、そのイスラ人を助けましたっていういい話になってるはずなんですよ。でも、それと同じようなことをイスラエルでイスラ人がやり始めているというのが、どうなのかなと僕は思うのですが、はい。 えー、私はアルメニア人の留学生なのですが、先ほどおっしゃったように再び戦争が始まっています。えー、カラバフはソ連崩壊がアゼルバイジャンの領土になってしまったのですが、国、住民の90%以上ですがアルメニア人です。アルメニアがやっていることは法選挙とも言えますが、そこに住んでいる人のことを考えたらそうするしかなかったのもあります。アルメニアは一体どうすればいいんでしょうか反撃しても負けるだけです。ご意見聞きたいです。いやー、まじそうなんですよね。勝てないんですよね。 まあ結局そのアルメニアの人たちっていうのがいくらいたとしてもそこはアゼルバイジャンの土地だよねっていうので、で、そのアゼルバイジャン自体の方が戦力としては強いので、アゼルバイジャンが突っ込んできたら絶対勝てないよねっていうので、徐々に領土を取られていくっていうので、で、どうすればいいでしょうかでいくと、あの、長期的に考えると僕は全員逃げるべきだと思ってます。あの、土地を捨てて逃げるというのが、やれない人とやれる人がいるんですけど、 あの、基本的に人類みんな土地捨てて逃げてきてるんですよ。アフリカ人以外。あの、まあ、その南アフリカ、ジンバブエ近辺で人類が生まれたと言われるんですけど、 んで、そっからその負けた人たちがどんどん追いやられて、欧州の方に行って、で、欧州でも負けた人っていうのが、中東の方に行って、アジアに行って、で、アジアで負けた人っていうのが、あの、島国の日本に行って、で、それでも負けた人たちっていうのが、ベイリング海を渡って、アメリカに行って、で、それでも負けた人たちっていうのが南米に逃げてっていうので、そもそも負けたら逃げるというのが人類の歴史なんですよ。 でもなぜか、その、一所懸命とか、その自分たちの土地は命をかけて守るんだ、みたいなことを言う文化が、なぜかここ最近なんか当たり前かのようになってるんですけど、なんか生まれた土地はずっと思い続けて死ぬべきだ、みたいな。いや、人類って別に負けたら逃げての繰り返しだから、逃げて子孫残した方がいいっすよっていう方が僕の思想です。これあくまで思想なので、あの、正解がどうとか言うっていう話ではないです。 かけてもいいですけどチャンネル登録した方がいいです